やりたくないよ。あ、そういえばなんかね、雑談たぬき見たら、なんかね、リザードの服を着て、表参道を歩いたら、みんななんか、指さして笑われるぞって書き込みあったんだけど、本当なのかな？ 表参道をリザードの服を着たら、周りの人に指さして笑われるって書いてあったんだけど、本当なんですか、それ。なんか、雑談たぬきに、なんかそのリザードってどうなのみたいなスレがさら、まあ、俺の雑談たぬきに、あいつが着てるリザードなんてこんなもんだぞみたいな感じかか書いて書いみたいな書き込みがあって、で、それがなんかその、リザードって実際着心地いいのみたいな、リザードのなんかこう、感想の掲示板みたいなのがさらされてて、そこに、リザードなんて表参道歩いてたら、着て歩いてたらね、指さして笑われるぞって書いてあったね。風船どうも。なんで表参道なの？表参道が俺どういうとこだか分かんないからさ。表参道に集まる人がどういう系の人だか分かんないから、どういう話題だかがよく分かんないね。金持ち？あ、金持ちが集まるとこってことか。なるほどね。そういうことか。なるほど。あ、表参道はおしゃれでお金持ちがいるからってことか。なるほどね。そういうことか。確かにリザードのコンセプトって、すごいなんかさ、すっげえ高い、ブランドとかが使ってる生地を安い価格でやるっていう、なんか、そういう商売なんだけど、そういうキャッチフレーズじゃない、なんていうの、そういうのがあんのよ。本当にね、もっと何十倍もするような、高級なブランドが、使ってる生地を、安い価格のまま提供しようっていうのがコンセプトなんだけど、でもそんなのさ、ぶっちゃけさ、物は言いようなとこもあるんだろうなと思った。だってさ、ぶっちゃけさ、そんな素材を言い出したらさ、きりないじゃん。まあ素材にももちろん高い安いってあるけど、なんかさ、そんなブランドのものとかもさ、あんなのだって全部ぶっちゃけぼったくり価格っていうか、あえてブランディング商法で、あえてそのね、ものの価値を高めるために、あえて高めに設定して、なんかこう、売ってるわけじゃん。素材の原価で言ったら多分、すごい安いものなんかいくらでもあると思うね。それこそ、ヴィトンのものとかだって全部安いと思うのよ。ぶっちゃけ物は異様だよね、それね。素材の原価言い出したらね、じゃあ買いに行けます？